今回はちびまる子ちゃん男子結婚したいランキングを楽しむみんなの反応集をご紹介します。それではどうぞ。独断と偏見とうろ覚えによるランキング、異論は認める。1位花輪くん、2位杉山くん、3位大野くん、4位健太、5位長山くん、6位徳ちゃん、7位藤木、8位丸尾、9位風太郎、10位はまじ、11位たかしくん、12位関口、13位山田、14位山根、15位小杉、16位長沢。藤木が意外と高いな。非常時に自分だけ逃げるとか保身に走るとかしなければ格に良いやつだし、過半数より上は納得できる。下位から理由。16位長沢。正直言ってあの卑屈さは許容できない。火事が原因とはいえ人の荒探しして罵るのは許されることではないし、藤木に対して卑怯卑怯って言い続けてるのはよろしくない。女子に対しても優しくないし偉そうに品定めするし、私ならこっちから願い下げだと言いたい。赤ん坊の弟に優しい一面もあるので結婚して子供ができたらなんかするかもしれないけど、そこまで関係を保てるかというと。ということで再会。藤木高すぎやろ。保身に走りがちな癖こそあるけど、そこさえ除いたら悪いやつじゃないからね。15位小杉。ぶっちゃけ長沢と入れ替えてもいいぐらい。自分勝手な大食いデブ。毛の生活費食い尽くしても悪びれないし、親に対しての態度も悪すぎる。前に話題になった食い尽くし系として経済的 DV になりそうだから無理。ただ、中学生での長沢くんではなんかしてるから多少の希望を持ってこの順位。14位山根。まあ、胃腸が弱すぎる旦那ってなんか疲れそう。それに熱血で KY なのもちょっと嫌だ。でも彼の順位が低い理由は親。山根の父親は精神論者でこちらに価値観をしつけそうだし、パワハラしてくると思う。こっちが胃腸が強かったら気に入られそうだけど、その代わりに山根に対する態度が余計に悪化しそうで肩身が狭くなると思う。山根と結婚したくないというよりかは山根家に嫁ぎたくない。かといって特段山根に魅力もないのでこの順位。個人的に、浜地はもう少し上。顔は悪いけど良い父親になりそうだし一緒に暮らして楽しそう。13位山田。バカの相手は疲れる。何するか分かったものじゃない。でも割と比較的善の人間ではあるので再会はない。12位関口。ぶっちゃけすられすぎてかわいそうになるけど、たかしくんに対するいじめが原因。それ以外でも態度悪いし、いい結婚生活を送れるのか疑問。まあ、まる子の甘ったれな態度を叱ったりいいところはあるよ。でもこいつの将来バンドマンなんだよな。しかも売れてない。彼女泣かせてない。11位たかしくん。1エピソードで判断するのもあれだけど、いい子よ。めっちゃいい子なんだけど結婚するってなるとあの弱々しさはな。小3なので大人になったら成長してるって期待してるけどどうなんだろ。ごめん、たくましさも欲しいのでこの順位。10位はマジ。米印モデルのはマジのことは考慮してません。お調子者で一緒にいると楽しいのはわかる。付き合うなら高順位だけど結婚となると、将来のあれそれで貧乏暮らし確定なので後悔しなくてもなんかため息つきながら生活しそうな気がする。楽しさだけでは乗り切れないので、ブー太郎と入れ替えてもいいけどこのくらいかと。9位ブー太郎。マサナオはマジと理由はそんなに変わらない。でもなんとなくだけどこっちの方が稼ぎが良さそうという理由ではマジより上のランク。トミコちゃん可愛いしいい子だから義家族とはうまくやれそうな気がする。良くも悪くも 5B 以外は普通の家族。そう考えるとはマジはじいちゃんがネックかもしれない。8位丸尾。確実に将来安定、食うに困ることはないけど。本人 KY だしマザコンだし口うるさそうだし。でも本人なりの信念はあるのでうまく合致すればなんやかんやでうまくいくかも。あの母親がどう出るかが未知数。子煩悩だけどモンペってほどひどくはないからなんとかなるか？モンペエピソードあったらハマジより下。7位藤木。卑怯ではある。けど少しってだけで困ってたら助けたりそれなりにセンスもあるので結婚生活は良くも悪くも無難な感じで過ごせそう。ランキングの決め手になったのは長沢くんで美人に好かれてたりしたので成長すれば彼氏でもいいかも。
ぐらいにはなってるってことでしょう。6位徳ちゃん。1エピソードではあるが牛乳石鹸の話は男前だと思う。優しいし勇気もある。お母さん優しそうだし花やしながらの結婚生活はとても素敵になりそう。特に悪い印象もないのでこの順位。5位長山くん。優しく賢い。気も使えるいいお兄さん。無線機の免許証さんで持ってたりするので割と将来有望だとは思う。妹もいい子なので義家族との付き合いも楽しそう。なので堂々の5位。4位健太。実在の長谷川健太監督としてではなく、ちびまる子ちゃんとの健太としての評価。スポーツ万能だし、人当たりのいい子。そして努力家。兄よりエピソードだけど小さな子供にサッカー教えたり面倒見のいいところもあるし悪いところがない。何より将来の J リーガーなので第4位。長谷川健太監督本人の結婚生活は知らん。3位大野くん。イケメンで文武両道。喧嘩も強いし、言動も男前。トラブルがあったら立ち向かい、助けてくれる。女の子にも硬派でぶっきらぼうなりにも優しく接するし、気も利かす将来もかなり有用物件まさにパーフェクトではあるが結婚を考えると難点がある。喧嘩したらめちゃくちゃめんどくさい。口利かないは当たり前で拗ねたり向こうからはまず謝らない。こっちが気を利かさないといけないのはちょっとな。イケメンさで言えば大野くんが勝つけど付き合ったり結婚となるとちょっと順位が低くなってしまう。なので第2位。健太くんだけでなく大野くんのモデルも長谷川健太監督であることはあまり知られていない。あくまでかもしれない程度だからなんとも。桜桃子本人からの名言だと丸子玉ちゃんはマジ徳ちゃん健太平場誰だけなのではマジ本人等からの推測の域を出ないから眉唾くらいに思った方がいい。かよちゃんもまんまモデルがいるし、モデル本人からも発言あるけど作者本人からのソースないから。あったらすまん。ちなみに杉山くんにもモデルがいるらしいし、かよちゃんその人に思いを寄せてたとのこと。2位杉山くん。文武両道で喧嘩も強い。割と顔ブサイク言われるけどジャマルーズにいたらブサイクなくらいで普通に上積みのレベル。大野くんと同じく正義感が強くてトラブルがあったら立ち向かい助けてくれる。硬派で女の子に対して優しい式も利かす。こちらも将来かなりの有用物件。それと2位になった決め手は喧嘩の時の対処がいいと思う。まあこっちもこっちで謝らないが喧嘩した相手であっても何かあったら手助けしてくれるってのはかなりポイントが高いなので堂々の第2位。1位花輪くん。やはり金は全てを解決する。以上が理由で推論は認める。まあ花輪だわな。作中が誇張してあれならモデルただのいい人っぽいし。なかなか納得のランキング。1位と2位以降に超えられない壁が存在してるけど。山根くんは普通にいい子だとは思うんだけどね。親父が厄介すぎて最終的に自分も山根くんも辛くなりそう。ほとんどの人が納得のトップ3だね。顔は良い、性格も良い、運動神経までも良い。特に1位は釣り合う相手を探すのが逆に難しいレベル。藤木のスケートが上手い、ユーモアのセンスある、背が高いは割とモテポイントだよね。藤木の主張は丸子が永遠に擦り続けてるから印象付けられてるだけな感もなきにしもあらず。肝試しで置いていかれた丸子からしたら最悪な印象しかないからしゃあない。賞賛であんなことされたらまあ憎むわな。ちょっとすりすぎではあるが。よりにもよって真っ暗な墓場だからな。そりゃあ丸子に主張と言われる。同率最下位が大量にいる印象ある。丸尾くんは高校あたりで周りのレベルについていけず落ちるぶれるってのもありえそう。花輪くんは良い人だからな。丸子たちの世界の人たちでも平等に優しくしてくれるし、お願いしたら右輪さんともちゃんと一緒に帰ってくれるし。花輪くんは確かにめちゃくちゃ良い奴だが、あのランクの家に嫁ぐとなると相当の最速権利がないと釣り合わなくて苦労するからな。個人的には長山くんかエリスくんが1位。この二人は温厚だし、意見が合わなくてもまず話を聞いて折り合いつけようと努力してくれるタイプ。子供が生まれても優しくて良き父親になるイメージがある。大野杉山は自己主張強めなので、基本的にこっちが折れるか辛抱強く会話する必要がありそう。
子供とはよく遊んでくれるだろうし、最終的には良い家庭に落ち着けそうだけどね。長山くんは良いよね。望遠鏡のためにお金貯めたり、妹の世話もしていたり、普通に良い子。藤木くんは付き合う相手次第だと思う。流されやすいから、自立した人格者と一緒にいれば引っ張られてある程度の人物になりそう。逆に言うとクズとつるむと際限なくクズになるタイプ。つまりは他人任せということか。やっぱり卑怯だな君は。誰と付き合っても一貫してクズだろうと確信できる玉ねぎは言うことが違う。小杉は子供の給食費を取り上げてでも自分の腹を満たしかねない。小杉は両親も両親で食い意地張ってるからな。それはそれでマイナスありそう。昔の話で佐々木のじいさんの親戚からもらった、丸子のおじいちゃんがもらったのを小杉に欲しいと言われてあげたやつ。高級お餅を食べようとしたら独り占めしようとしたら餅を外に向かって捨てられた話もあったはず。小杉初期はいい子だったのに、どうしてああなった。8位は常に自分を賢いと思ってそうだから、自分よりもっとすごい人たちに囲まれたら自信なくしちゃいそう。それか意外に熱い性格だから絶対に負けるかって頑張るのかな。負けず嫌いの秀才って感じだし。もう読んだのずっと前だから勘違いしてたら申し訳ないんだけど、花輪くんにズバリな軽いツッコミしたらカウンター食らって黙らされた時に、この私を黙らせるとはすごい男だみたいなリアクションしてた記憶がある。ララカグヌヌとはなっても卑屈方面には行かずに負けるかってなるタイプじゃないかな。思ったよりガチで草。マルオ母は神経質な教育ママの見た目とは裏腹に息子のクラスメイトにも丁寧に接するし、マルオくんがマルコたちとの遊びでメガネを壊して服を汚して帰ってきた時は元気に遊んできてよかったって励ましてくれるくらいには良い母親だよ。孫ができたらきちんとしつけつつも可愛がってくれそうである。こう見てるとズバリってベスト5には入っていくらいだね。欠点を挙げるとしたら割と危なっかしくて空気読めなそうなとこくらいか。丸尾くん、ちゃんと学級委員長だから注意してよとか言ったら注意しに行ってくれるから安心感はある。たかしくん、確かことわざの4コマ漫画だけど、犬バカにされたら怒ってやり返してたから将来的には強くなれると思う。丸尾くん過小評価だったかもしれないけど上5人が強すぎるんだよな。美形だけど性格最悪とかその逆とかが少ないよね。ちびまる子ちゃんって妙な生々しさというかリアリティある。初期の王の杉山コンビは数少ない例外だった。長沢くんの作者コメでも一番結婚したいキャラは花輪くん。2番目は不良の平井。丸尾くんは正義感だし割と真っ当な性格してるんだよな。男子対女子の会では投稿した嫌がらせを繰り返す男子と敵対して女子の味方についたし、映画大野くんと杉山くんでは初期の不良キャラだった2人にも宿題の答え丸写ししてるの見て果敢に注意しに行くし、その後泣かされて逃走するけど、選挙を見越した言動だとしても根本的な思考回路は善寄りのキャラだと思う。ちょっと抜けてるところやポンコツな部分もあるので、結婚しても堅苦しい家庭にはならないだろうし、なんやかんや楽しくやってけるんじゃなかろうか。母親は丸尾くんとノリがほぼ同じなので、息子とうまくやれればそっちとも気が合うはず。丸尾くん株上がりまくって草。丸尾くんはメガネ外すと目がパッチリした美少年なんだぞ。丸尾くん割とうざいけど度胸あるからな。男子対女子の戦争でも丸尾くん女子側について勇ましく戦ったからいいよね。人質にされたけど。丸尾くんの将来の夢は堅実なサラリーマンとノーベル賞を取ることで、サラリーマンをしながらノーベル賞を取るとすごいこと言ってたけど、実際日本から会社勤めしながらノーベル賞を取った人出てきたから、そうなったら超勝ち組だな。花輪くんレベルになると外国人含む大金持ちや偉い人との社交もあるから、妻となるとそこが大変そう。裕福な暮らしするための義務みたいなものだけど。体感半分くらい丸尾くんファンスレ貸しててくさ。絶対論とか心理がこれってならちょっと待てよってなるけど、個人的思考としてなら納得できる順に。藤木の卑怯ネタ、誰もが脳裏にちらつくであろう甘い考えを持っていた時に、もしかして今なんて考えていたかい？聞く。やっぱりだから君は卑怯なんだよと長沢に指摘されるパターンが結構あるからな。そういう人間臭さと指摘されて顔に出る素直さはある意味利点。
初期の花輪くんでも欠点はヘタレできだなとこくらいで金持ち抜きにしても割と上位入れそう。大野くんと杉山くん、マルコキャラの中では良い子だけど結構言うときは言うからそこだけは覚悟しておいた方が良いぞ。マルオママはマルオくんにひどいことしなければ仲良くやれると思う。親バカひどいけど、悪いことした子供をなあなあで済ますのではなく、リーダーとしてふさわしい教育をして、正しいことをしたら褒める人だから誇張表現抜けば普通に良いマダムだよ。問題はアラフォーで丸尾くんを産んだから早い段階で老後とか介護の問題がのしかかるぐらい。まあこれはマザコンの丸尾くんも手伝いそうか。丸尾くんは小学生特有の張り切り意識高い系なだけで大人になったらそれをめちゃくちゃ弾いてそう。意識の高さは変わってないがゆえにマザコン具合がどうなってるか次第くらいで向上心があって良い子だし上くらい3位にはねじ込めないけど上位にはいるよね。杉山は中学生の姉がいるから一人っ子の大野よりも女子とのコミュニケーションはアドバンテージあるんだよな。結婚的齢期には埋まってる程度の差かもしれないけど、なんか大野は大人になっても異性の心理には疎いイメージ。杉山のが彼女できるのも結婚するのも早そう。プリキュア唇の色さえ良くなればな。花輪くん、右輪さん、杉山くん、かよちゃん、大野くん、冬伝さん、トップ3ともなるとクラスメイトの女子に好意を持たれてる設定なの面白いね。藤木はクラスメイトじゃないけど緑ちゃんに好かれてるけど。大野くん、昔冬連さんに告白された時に興味ないからわからんみたいな感じだけど振り方が冬田がそこにいるだけって思ってないといったあたり。あの子は女の子の気持ちがわかるまでは時間かかるだろうな。丸尾くんはハマジと噂になる回ではムカついたけどそれぐらいしか記憶にないからいい方なのかもな。以外に丸尾くんが有料物件だという事実が判明した。クラスメイトの視点だとうざいけど保護者の視点からだと頑張り屋のいい子に見えるからかな。大人になった右輪さん丸尾くんにも言い寄ってきてるから有料物件なのは確実。花輪くんはもちろんエリートになった大野杉山にも言い寄ってきてるなお。避けられてる模様。長山くん、将来は漫画家になりたいらしいな。絵としての才能もあるし安定感はありそうだ。あずきとぎの話を見たけど丸尾くん怖がっても皆様の安全のために一緒に行こうとするあたり、やっぱり丸尾くん頼りになるのかもしれん。丸尾くん学級委員のための点数稼ぎ関係なくても気も使える優しいやつなんだよ。優しいやつなんだよ。マルコが花輪くんとカップルと冷やかされた時、マルコを拒絶せずに一緒に噂されてる者同士で散歩なんてどうだいって誘ってくれたの今思うとめちゃくちゃ真摯な対応で感動するんだよな。花輪くんみたいなカースト上位が他人を拒絶したらそれこそ本格的にいじめが始まりそうなの目に見えてるから。山根って近年では結構まともな熱血意調弱いやつって印象だけど昔の作品の山根って藤木に対してすげえ暴言吐くから弱い人や卑怯者。藤木に対しては威張るから自分は苦手だな。昔の作品見ると濃すぎ。山根、藤木、長沢で会話してるのも多いんだけど藤木に対してすごく言うんだよな、こいつら。見事に金と顔が上位で草。丸尾くんはちょっと出しゃばりで頑固で真面目すぎるところがあるけどわりかし有用物件だと思うわ。これ女子版のランキングも一度見てみたいな。女子版ランキング1位笹山さん、2位玉ちゃん、3位上家崎さん、4位としこちゃん、5位かよちゃん、6位みぎわさん、7位のぐちさん、8位まるこ、9位冬田さん、10位前田さん。意外とマルコのクラスのネームドキャラ少なかったんだな。男子は他に学級委員候補に推薦されて女の子にも人気あるエビスくんとか、将来の放送作家でマルコとも企画を練った平場くんとか、あと名前忘れたけど徳ちゃんの会で牛乳石鹸盗んだ男子もいたよね。平場いたなぁ。モデルになった方はたまにちびマルコちゃんの脚本も書いてる。なんとなく女子の方が多いイメージだったけど、男子の方がかなり多いんだな。男子の方が目立つやつ多いからな。女子は丸子の友達のたまちゃんととしこちゃんと野口さん、恋するキャラの右輪さん、かよちゃん、冬伝さん、美人枠の城ヶ崎さん、笹山さん、そしてやらかし枠の前田さん、よく出るモブキャラに小長屋さんと内田さんかな。男子は他にもモブとしても出てるのは平場、
エビス、ミサワ、中島、ナベちゃんぐらいか？それ以外はほとんど出てない気がする。